こんにちは、竹です。竹の一人朝礼です。仕事に実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。2015年の、2月の20日の金曜日ですね。今日の新聞に、もうすぐ J リーグ始まるんですけど、ここに書いてるんですけど、 J の注目株ですね。今回ガンバ大阪の特集で、井出口くんですね。結構井出口くんのプレーとか見たことないんですけど、書いてんのが、フィジカルはボールダッシュもうまくパス選手も、合わせ持つ万能ブランチって書いてるんですけど、意味的にはあれなんですかね、遠藤なんですかね。遠藤と本能を足したような感じですかね。そんな選手になってきてほしいんですけどね。で、なんか結構緊張しないっていうメンタルも 強そうですね。プレーとか見てないんで全くわからないですけど、で、なんか宇佐美選手が、持っている才能はすごい、化け物級だと思いますって言ってるみたいですね。だからプレー全く見てないんでどんなんかわからないですけど、名前だけはね、お客さんとかに聞いてすごいっていうのを名前聞いてるんですけど、プレー見てないんで、なんだ今年はね、ちょっとプレー見してほしいなと思って見たいんですけどね。だからすごいちょっとね、将来のね、確実にガンバの中心になってくる選手だと思うんで、ね、どんだけ成長してくれるかっていうのは楽しみなんですけどね。特に今年はチャンピオンズリーグもあるじゃないですか。あるんで、かなりその要はスタメンじゃなくても出れるチャンスがあるんで、いかにね、出てもらえるかって感じ、出れるかって感じですね。で、井出口君とか若手もそうなんですけど、あとは要は入ってきた、ベテランですよね。赤嶺選手とかのベテランがいかに点を取ってくれるかっていうのが、点を取っていかに試合してくれるかっていうのが大切ですよね。それでいけばね、チャンピオンズリーグもいけるかもしれないですよね。だからすごい楽しみなんですけど、どうなるかわからないですけど、とりあえず井出口君には注目していきたいと思います。以上、竹野一人朝礼でした。そしたら竹野か、昨日できたのは動画の準備とターゲットブログの下書きしかできなかったですね。なので今日することはリストールの改善と、ブログを3つ作る、動画の準備、動画のアップですね。で、小規模ヘアサロンの集客に関しては、ブログの下書き、ターゲットブログに関してもブログのアップをしたいと思います。以上、竹野一人朝礼でした。